どうも肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。今週は新商品情報に来てたバッファローチキンウィング買いたいなと思ってたんですが、私の行った時売り切れで購入できなかったです。残念。まずは気になった商品からご紹介します。スビーゼルワイングラス800セット、お値段が4598円でした。 550ml が8個ついてます。ドイツで150年以上の歴史があるクリスタルグラスブランドみたいです。お店やられてる方とかに良さそう。あとは遊ぶキッズボトル、ステンレス真空断熱構造ボトル、お値段が3680円でした。 460ml のものが2本セットです。柄は4種類販売されてました。どの柄もすごく可愛く、お子様がいるご家庭にはぜひチェックしていただきたい商品です。毎年こういうキッズボトル販売されますが、年々可愛くなってる気がします。あとはミニトマト鉢植え6号鉢キッチンキャンディー3株、お値段が1498円でした。コンパクトな新品種と書かれてました。ツリーのようにまっすぐ伸びるコンパクトなミニトマトみたいで、害虫にも強いみたいです。肥料をたくさん与えると収穫が増え、冬は室内に入れて冬越しすると一年中楽しめるみたいです。一年中楽しめるミニトマトは魅力的です。もうすでに収穫できそうな状態。あとは目にせずフレンチオニオンバケット 125g 6本入り、お値段が998円のところ割引してて698円でした。目にせずからの新商品、今回はオニオン味みたいです。家で焼き上げて食べるパン、フランスパン系のパンが好きな方はぜひチェックしてみてください。あとはカルフォルニアプラム 900g 入り、お値段が1298円でした。今年もカルフォルニアプラムが販売されてました。皮ごと食べられるプラムで、日本のプラムより酸味が少なく食べやすいです。去年購入しましたが美味しかったです。あとはオーガニック生キクラゲ 400g 入り、お値段が498円でした。店頭にはコストコ初登場と書かれてます。食物繊維とビタミン D の含有量は食品の中でダントツみたいです。キクラゲって結構お高い商品なので 400g でこの価格はお安いかも。あとはタイ産スイートタマリンド、お値段が498円でした。タマリンド、ちょっと聞いたことがないフルーツです。店頭にはこんな感じで書かれてました。ちょっとどんな風に食べるのか調べてみたんですが、そのまま食べるというよりかはドライフルーツで流通されてることが多く、ドリンクなんかの隠し味に使うと書かれてましたね。どんな味なんだろう。確かにパッケージの裏側はドリンクの絵になってました。とっても美味しそうな見た目。あとはキャラメルフラン、お値段が1698円でした。今年もキャラメルフランの季節がやってきました。去年買わなかったので今年は買ってみようかな。あとはスペイン産ゆでだこ 500g 入り、お値段が2998円でした。モーリタニア産のタコが入ってるみたいです。見た目とっても美味しそうです。ただこれを買うなら海鮮コーナーに販売されてるタコを買った方がいいのかななんて思っちゃいました。結構お値段も張りますね。あとはサーモン握り寿司24貫入り、お値段が2580円でした。サーモン尽くしセットです。ここ最近はもうアトランティックサーモンがお値段が上がりすぎてて買えない金額になってます。なので買いやすい金額で食べきりサイズにしてくれた方が個人的には手が出しやすいなと感じました。最近はアトランティックサーモンカートに入れられてる方も少なく、循環するためにはこのお寿司いいかもしれないです。見た感じネタも厚切りで食べ応えありそうでした。あとはヘルシア緑茶うまみ贅沢仕立て、ヘルシア緑茶スリムラベルレスボトル、お値段が1998円でした。ヘルシア緑茶アルファの方が 350ml、 うまみ贅沢仕立ての方が 500ml のボトルが入ってます。どちらとも同じお値段でした。
あとはボッカラブ杏仁、お値段が998円でした。私はリニューアルされたラブ杏仁よりかは以前のタイプのラブ杏仁の方が好きでした。前の商品に戻ってほしいです。あとはアイリスフーズ低温製法青森県マッシグラ 5kg 入り、お値段が1998円でした。すごく美味しそうなパッケージのお米でした。あとはリチェコスパゲッティに 500g6 袋入り、お値段が1580円でした。今回イタリア産のスパゲッティの麺が新商品で販売されてました。バリラのパスタ麺は同じ量で1280円ぐらいだったので、ちょっとお値段お高めです。よくバリラを買ってますが、今度はこっちにしてみようかな。あとはゴディバクッキーアソートメント、ショコラ&ブラン30枚入り、お値段が1768円でした。絶対美味しいんだろうなと思いつつ、今回は購入しなかったですが、手土産なんかにも良さそう。あとは小さな角餅ごますき、お値段が1458円でした。ごますきの方は以前コストコでも取り扱いもあり、スーパーなんかでも販売されてる商品なんですが、とっても美味しいですよね。そして角餅も定番シンプルな味っぽく、これも外れはなさそうです。小袋になってるので食べやすそうです。今回フードコートではハワイアンピザ、そしてポーチュギースビーンスープ、こちらの新商品を購入してきました。ハワイアンピザはやっぱり人気で、唯一フードコートでピザを注文して待ち時間ができるピザです。ホール買いされてる方も多く、結構待ちました。味はパイナップルの甘さ、ベーコンの塩気が絶妙に相まり、本当に美味しいです。なかなか日本では食べられない味のピザで、食べてからは虜になってます。あとは今回新商品で販売されてたビーンスープ、こちらの商品は新商品情報でハワイのローカルフード、ソーセージのたくさん入った具沢山スープと書かれてました。こんな感じで見た目はトマトベース、そして具沢山ソーセージがたっぷり入ってて、ところどころに豆が入ってます。味は野菜の優しい味で、ミネストローネのような味に似てる気もします。ブイヨン系の優しいスープな味で、ちょっとパンチは少ないかなと感じました。今まで販売されてきたチキントマトビスクだったりクラムチャウダーと比べると、ちょっと物足りなさを感じました。今回買ってきた合計点数16点、合計金額 27,889 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにブリタポット型浄水器アルーナカートリッジ4個入り、お値段が4298円でした。今回タンク型の浄水器とこのアルーナが販売されてたんですが、冷蔵庫に入れやすそうな方を選んできました。最近よく水道水の話題で PFAS なんかが取り上げられてますが、そういうニュースを見てちょっと購入したいなぁなんて思っちゃいました。一応ホームページには第三者機関にて試験を実施しました。カートリッジで 80% 以上できることが確認されましたと書かれてたので、まあブリタでいいかなとは思いつつ、ただ指針値を1リットルあたり 50ナノグラム、 これニュースなんかで見てると世界的にはかなり緩い数値みたいですね。なので世界的な基準で見るとそんなに除去されてないのかもしれないんですが、ないよりはいいかなと思い、これからブリタの浄水器使っていけたらいいなと思ってます。ブリタのお水は美味しいと聞くので飲むのが楽しみです。使われてる方も多いんじゃないでしょうか。今回野菜類リピート商品はこんな感じです。今回中身汁が通常価格は600円台で販売されてたんですが、300円台、すごくお安くなってたので購入です。生姜の味が結構効いてたんですが、さらに生姜を入れると美味しいということなので、今回食べるときは生姜を足して食べたいなと思ってます。今回 LED のシーリングライトもお安くなってたので購入してきました。シーチキンもリピート商品なんですが、
ずっと割引を待ってたんですが、なかなか割引がないです。購入するとすぐ割引があったりしてちょっと怖いです。続いてミチョアセロラ 900ml 日本入り、お値段が1158円でした。1本あたり579円です。今回限定フレーバーということでアセロラが販売されてました。絶対美味しそうですよね。アセロラと聞いて即カートインでした。続いてワラクド北海道スイートポテト 300g2 箱入り、お値段が1898円でした。1箱あたり949円です。こちらの商品新商品情報に出てて絶対購入したいと思った商品です。私スイートポテト好きなんですよね。続いて米久カレーハンバーグ、デミハヤシハンバーグ 180g 各3パック入り、お値段が1498円でした。1パックあたり250円です。米久さんからハンバーグが販売されてました。パッケージカレーハンバーグにはちょっと見えないですね。どんな味なんだろう。続いて韓国産レンコンクリスプ 200g 入り、お値段が1598円でした。パッケージからそそられるものがあり、とっても美味しそうで即カートインしちゃいました。シンプルな味で食べやすかったら嬉しいです。続いて台湾産ラッフルズサワークリーム&オニオン 530g 入り、お値段が通常1198円のところ割引してて958円でした。こちらの商品先週悩んだ商品なんですが今週割引やってました。パッケージのポテトは分厚くとってもしっかりしてそうで美味しそうです。続いて韓国産タートルチップス海苔塩 80g8 袋入り、お値段が1198円でした。1袋あたり150円です。タートルチップシリーズからの新商品先週悩んだんですが今週やっぱり購入してきました。今までの味はどれも美味しく食べられてるのでこれも期待大です。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。最近は毎週新商品が多めです。どれも美味しそうで食べるのが楽しみです。そしてやっぱりフードコートのハワイアンピザ美味しかった。また来週行ったら購入したいと思います。焼き上げる前の状態でも販売してほしいですよね。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひ開封編もご覧ください。また次の動画もお楽しみに。